では家でもできる一条レッスン、今日から始めたいと思います。まず第1弾ですね、今日は椅子を使ったレッスンを紹介いたします。まず椅子に座ってください。その前に、どういった人におすすめなレッスンかと言いますと、こうですね、下半身がこう一緒についていって流れてしまう方に有効な、しっかり肩の入った、椅子を使ったドリルを紹介いたします。まず椅子に座っていただいて構えます。はい、この状態からしっかり肩を回してテイクバックしてください。その際に股関節はしっかりと入っています。例えば先ほどの、例ですと、このように流れてしまってはいけません。しっかりと下半身を安定させてテイクバックフィニッシュ、これが正しい動きとなりますので、皆さん例えば、いろいろな合間ですね、椅子に座ったままやるだけでも十分に練習になりますし、電車で周りいなければやっても構わないと思います。いいと思いますよ。よろしくお願いします。